プロデュース101出身アンヒョンソプ、ボニハニ、初放送を終えた感想、親しみあるお兄さんになりた。写真イコール EBS、プロデュース101、出身の歌手アンヒョンソプが、ボニ兄さん、に変身する。17日に韓国で放送された EBS、生放送トーク、ボニハニ、の初放送を終えたアンヒョンソプは、ゴッドヒョンソプ、ゴッドアンヒョンソプ、という評価を受け、新しい、チョトンリョン、小学生たちの大統領、としての活躍を予告した。放送のスタートと同時に CM ソングに合わせて可愛いダンスを踊りながら登場したアンヒョンソプは、僕もボニハニを見て育ったのに、このように僕がボニになるとは予想もできなかった。頑張ってやって、素敵で親しみのあるお兄さんになるために最善を尽くす、と、初放送の感想を伝えた。またお笑い芸人キムスク、ムンセユン、漫画家イマルニヨン、折り紙研究家キムヨンマンはもちろん、アンヒョンソプのパートナーであり、アンヒ、アンドイビウン、として一緒に活動しているイビウンまでアンヒョンソプの初放送にお祝いの映像をプレゼントし、温かい雰囲気を演出した。歌手、バラエティ、ドラマなど多様な活動を通じて、普段爽快なイメージとエネルギー溢れる姿で大人気なアンヒョンソプが第14代ボニとしてどんな風に成長していくのか期待を集める。生放送トークボニハニは韓国で毎週月曜日から金曜日の午後6時に放送される。